三個、両宅屋は、日本の登山家。長野県大町市生まれ。2003年4月、明治大学理工学部入学。山学部に所属し、後に首相を務める。2008年9月、日本空ー管理登山隊に最年少で参加したが、10月1日に、加藤義信、有村哲次、中村進の三名がなだれに巻き込まれて、死亡するという事故が発生し、 登山計画が中止となった。2009年3月、アイスクライミング中に滑落、左足首を骨折。2009年3月、大学卒業。1年間高等区立深川第8中学校にて、数学講師を務めた。その後、三浦ドルフィンズのスタッフとして働き始める。勤務の傍ら、海外広報の登山を続ける。二千十三年以降、日本テレビ、 世界の果てまで行って9、登山部シリーズにサポートスタッフとして参加。2013年5月、三浦エベレスト2013隊にサポートスタッフとして参加。この時、三浦雄一郎は、エベレスト登頂世界最高齢記録更新。2014年4月、世界の果てまで行って9、妹綾子エベレスト登山企画に参加して、現地入りしていたが、 大規模なだれが発生したために企画自体が中止となった。2014年 NHK テレビ番組グレートトラバース田中明希日本100名山市筆書に撮影スタッフとして同行。翌年続編の日本200名山市筆書にも撮影スタッフとして同行。ありがとうございます。